15区からあの須藤元気さんとか出ないですか東京の15区から須藤元気さんが出れば、おとたには勝てると思いますごめんなさい、いきなりマニアックな話で、も皆さん、ポカンとされている方も多いと思います、でもかなり政治のことお詳しいんですね、補選が行われる、衆議院の補選、欠員が出ました議、議員が辞めましたというところの穴埋めのために選挙が行われる、その一つが東京の15区、えー、江東区などが含まれるようなところですね。 でそこで今度、乙、えー、武さんが出るんですよねで、都民ファーストだったり、おそらく自民、公明あたりもこう押すんじゃないか、そこに対して須藤元気さん、えー、その、ね、下町生まれ、下町育ち、まさに地元から立候補してくれたらいいのになっていうことなんですけれども、まあ一言で言うならば、えー、須藤元気さんに直接聞いてください、<laughs> 私の知るところではないと、えーまあ、でもね、おそらく同じロスジェネ世代なんですよ、彼も、私も。 あなたもそうですよねそう考えるとすると、やはり一定のね、同じようなあの背景を背負いながら生きてきた、その苦しみを知っている人たちであったりとか、そういうものたちで世の中ひっくり返していくっていうのは、非常に爽快感あると思いますね、まあ、それは須藤さん出るかどうか知りません、だってまた参議院で1年ぐらい任期があるから、それはちょっと須藤さんに直接聞くしかないと思うんですけれども、もありがとうございます最近、森永康平さんのチャンネルを見たんですけども、それで、えー、ゲストに安藤さんが来てて。 安藤洋さんが来てて、令和と政策が似てるあの、経済成長とか財政似てるんで、令和どうですかという質問をしたときに、話があれば、お声がかかれば話まとまり次第、一緒にやってみたいなということも言ってたので、そこら辺、もしよできればやってほしいなというところがあります、以上です。ありがととううございいます。森中浩平さんっていうのは、えーっと 今経済を語らせたら今この人なかなか、ね、トップクラスの人だと思ってます若い世代の,あの経済のアナリストというかそういう方ですねその方の番組の中で安藤博さんが出てて安藤博さんっていうのは、えー、自民党の衆議院議員だった方で,でなんかどっちかってったら自民党の中でこう潰された人なんですよねで、えっとまあ、その方とはその積極財政 要は景気が悪い時には国がしっかりと通貨を発行していきながら下支えしていって景気を上げていく必要がある、でいろんな仕事を作っていくんだっていう当たり前の話ですね、不景気の時にできることの経済政策、それは国の通貨発行によって仕事を生み出す、お金を回す、逆に景気が良くなりすぎるときにはそのお金を間引く、ある意味での,あの増税。 それはどこからやりますかっ言ったら当然持ってるところ金持ちからだ大企業からだっていう当たり前の話ですねそういった部分で一致するところはあるんですけれど全てが一致するわけじゃないですなので全て一致するっていう人間自体を探すことが難しい部分ではあるのは確かなんですけれどなので共通点があるってことはある意味でどこかで一緒にやっていけるという可能性もあるかもしれないしないかもしれないただ一つ言えることはやっぱりお声がかかれば っていいうススタンはは私の中ではないんでなんすやるしかねえだろってそれ以上でも以下でもないじゃないですかなんでそこ街になってんだよって話なんです世の中変えたいんじゃないのかってそれを考えた時にやっぱりそれぞれスタンスがありますから私たち私であったり私たちに関してはやっぱりもう全力でやるっていう前傾常に前傾みたいなそういう姿勢の人間の集まりなんで なんかちょっとそこはスタンス違うかもしれないですね、もうちょっと余裕があるというか、もうちょっと何か、焦りながらも、心の中では落ち着いている部分があるっていうのか、分かりませんけどね、それは、この先どうなっていくのか分かりませんけれども、何かしらの組み合わせだったり、何かしらのタイミングで、また絡むことはあるかな、そう思います、積極財政をしていくべきだっていう、日本国内でも論者のお一人なのでということです、ありがとうございます。だからさんがこれもしもしのの話ですけど他の党から3名 令和新選組に入れられるとしたら、えっと、どなたを入れたいと思いますか、で逆にあの反対に、こいつはあかんやろってやつがいたら、教えてください。こいつはあかんやろはちょっと言いづらいですね、<laughs> 言いづらいですか <laughs> あの、結構私もツイッター X か、X で、あの本音トークで、バチバチ本人に向けてあの発信しちゃう方なので、某議員ですね、立憲の某議員、 お前はやじがうるさいとかね、国会のやじうるさいとか、えー、そういうこと言って、バチバチになったりするんで、あんまり言えないですけども、来てほしい人はですね、まあ、僕の兄貴分の、まあ、小沢先生でね、来ていただきたいですけども、まあ、私の兄貴分で、北海道の札幌の選出の松木健康さんという、男の中の男を、いや本当に弱気を助け、強気をくじくというような方なんですね。やっぱり私もそういうい スタンスが好きなもので、うちの党も弱気を助け、強気をくじく。で、他の政治がみんな今、強気を助けて弱気をくじくような政治ばっかしてるじゃないですか。いや、どうなってんだろうなと思いますね。まあまあ、松木さんは入ってほしいな。まあ、あと原口さんもね、いいですけど、ええー、原口和弘さん。まあ、積極財政派の人がいいですね。緊縮の人は、もう、まあ自民とか、そちらの方に行っていただければいいのかなと。はい。そ、そんな感じでよろしいですか。令和に 秋田市の石丸伸治市長、どうなんだろうあ、相手のことを考えずにっていうのは、なかなか難しいと思いますね、多分方向性としては、私たちというよりかは、なんか維新の匂いもしません、そんなことないわかんない、あごめんなさい、えっと、リクルートしないかってことに関して、えっと、直近でそういうような考え方はないです、はい、なんとしても令和に与党を取っていただきたいんですが、参政党の神谷さんとか、明石市長の泉さんとか、 えー、秋高田市の石丸さんとかと組んだりする可能性はありますか誰とどう組むっていうことを今、考えてません、自分たちでこれは数を増やしていくしかない、おそらくみんな考えてることバラバラですよ、考えてることが一緒なんだったら、一つにもなれると思うんですけど、財政観であったりとか、目指したい社会像っていうものが大きく違うっていう人たちも今、中には含まれてたし、近い人もいるかもしれないけど、 えー、維新まで含めた上で政権交代だってことを考えてる可能性が高いってことですね。それは無理なんですよ、はっきり言っちゃえば。自民党が悪いの分かってるけど、自民党を倒すために、えー、今の自民党穏健派のような立憲民主党と、で、えー、自民党よりも立ちの悪い新自由主義者である維新っていうものと、手を組んでひっくり返したとしても、これ民主党の悲劇みたいなこと、また繰り返しますよ。じゃあ、必要なことは何なんだって考えたら、強い野党を作るしかないんですね。 強い野党を作るための、その中核として、令和新選組が大きくなる必要があると思ってます。令和が大きくなることによって、どのような影響を与えたいか、強い野党を作るために、つっ,ったら二つあるんですよ。一つ。経済政策なんですね。三十年この国が失い続けてきた、食い物にされてきた、集奪され続けてきた、政治と資本家が力を合わせて、みんなを食い物にして、自分たちだけがこういう太ったってことは見ていただきましたよね。だからこそ次はみんなのターンなんだと。 失われた三十年を取り戻すために、徹底的な経済政策というものを野党の柱にしなきゃ勝てないんですよ。それが一点。もう一個。腰の引けた国会運営をさせないっていう、ガチで体張って戦うような野党が塊にならないと、私は難しいと思ってます。政権交代など。それなしに政権交代したとしたら、また裏切られますよ。国会は、国会議員の職案みたいな場所にされちゃってるんだから。 もちろんそういう感覚でやってない人たちも一部いるけど、一握りしかいない、それを考えならば、やっぱりそれを本気にさせていくという意味で、令和を拡大していくってことがまず必要だと、私たちの考えです。ありがとうございます6月のユーチューブでは、森優子さんと一緒にやりたいっていうふうにおっしゃってました、その気持ちにお変わりがないのか、新潟県民としては気になります。 森さん立憲にいたらもったいないと思いますけどね、私。はっきり言っちゃったら。今の社会経済状況を見たときに、景気が上がってきてんだから消費税減税は必要がないだろうって言っちゃうような執行部っていうのは、自立上何も見えてない人たちですよ。それを考えたときに、やっぱり、えー、森さんというのはものすごく正義感が強くて、で、ものすごく頭の回転早い人ですから、そういうような、ある意味で、このエース級の人が、ちゃんと議員になっていただいてですね、で、国政でしっかりと活動していただく。 私、まあ、あの森友子さんの大ファンですから、<laughs> もう本当に、いや、もう、新潟はすごいですよ、森友子を生み出したんだからってことですね、政治家としても、まあ、残念ながら今はバッジがない状態ですけれども、必ずやっぱりこれはもう一度国政に戻っていただく必要があるんです、どうしてかって言ったら、あれぐらい腹、座ってる人ってほとんどいないです、腹、座ってる上で、もうガチで喧嘩する気満々なんですよ。 <laughs> それを考えるともう令和に絶対欲しい人材だなとは思うんですけれども、やっぱりそこは私との出会いの前にも、おそらく小沢さんとの関係があったりとかなのであの、そこをかっさらうとかってことはなかなか難しい部分だとは思うんですけれども、私たちとしてはっていうか、私たちっていうのはおかしいな、私の思いとしては、ぜひ一緒にやりたい方だ。で、何よりも、 国会で喧嘩をするというやり方がわからない私がですね、森さんが議席を得て、あの、長田町に帰ってきたときに、その日みんなでお祝いをしたんですよ。登院するっていう日にね。で、夜ご飯食べて、で、その後もう一件行こうか、つって行ったときに、お話ししてるときに私が森さんにお願いしたのが、森さん、喧嘩の仕方を教えてください、国会での。っていうことから、あの、いろいろ教えていただくこうとになったんですけど、<laughs> まだまだな学ばなきゃいけないことがたくさんあると思うんで、 逆に言ったらそういうルールを分かった上で喧嘩をするというやり方ですね。ある意味でそういう人がいるっていうのはものすごく強いんですよ。基本はいろんな決まりというものに則っ,って行われる国会だから、そこに対してルールを熟知した上で相手の縛き方を考えるということをできる人。いや本当にお元気かな、森さん。森友子さんに対して私が惚れてるって気持ちがあったとしても、えっ、ー、と、何かたまにメールするとかっていう関係ではないっていうか、あのー、 森さんのことは思いつつも、連絡をやり取りしているわけではないので、はいまあ、だから森さんがいないところでこのような愛の告白ということになってしまったということなんですけれども、すみません、ありがとうございます。